どうもアクアショップ A です。今回の生態入荷情報になります。今回はですね、熱帯魚とか水草ではなくて久しぶりにですね、小動物系が入荷しております。ですね、そして、今回初入荷ですね、鳥珍しいんですけどベルギー便です。ベルギー便のあのインコが来ておりますので、そちらを紹介します。まずはハムスターですね。まあ、一時的にこういうプラケースで入ってきます。今回これはちっちゃめなんですけど、パールホワイトですね。はい、これ人気の種類です。まあ、今回ジャンガリアン系しかうちは入っておりません。はい、こちらあのノーマルのジャンガリアンハムスターです。こんな色ですね。はい、もう一個はですね、ブルーサファイアですね。ちょっとね、ブルーっていうか、あの、青っぽい、グレーっぽい感じですね。それがブルーサファイアになります。これがね、オス、メスと両方入ってきております。この3種類、ジャンガリアンですね。オスとメスと入っております。はい。そして、今のシーズンですね。ウェルツノガエルのベビーのシーズンです。グリーン系、ウェルツノガエル来ております。こういう感じです。もう一匹ね、あの残り一匹、ちょっと赤っぽい茶色の子はいます。はい。はい。で、お待たせしました。ベルギー便ですね。今回はですね、2種入ってきております。まずこちらがですね、七草インコってやつですね。中型のやつ。なかなかね、ちょっと警戒心が強くて、慣れるのに時間がかかるんですけれども、めっちゃ綺麗な子ですね。こっから見えるかな。こんな感じです。めっちゃ綺麗でしょ。結構オスとメスの差はあんまりね、分かりづらいです。で、この子のいいところは、この中型のですね、草インコとかの種類の中、中型インコの中では割と静かな方、あのうるさくない方なので、まあ住宅地ってとても飼いやすいシリーズになりますね。結構まあまあのね、大きさあるんですよね。手のひらぐらいの大きさは全然あります。はい。で、もう一匹ですね。はい、こちらですね、赤草インコって言います。まだね、色がちょっとしっかりと出てないですけども、割と結構この赤いところがどんどん面積が増えていきますね。赤系の鳥になります。まだまだ若いんでね、こんな色ですけど、ちょっとなかなか見せてくれないですね。この子もね、臆病で警戒心が強いですね。だからこの子のいいのは、まあ、ネットとか写真で見るとね、わかるんですけど、かなり綺麗な真っ赤なところ、あとは寒さに割と強い種類です。だから特にあの石泉インコとかオカメインコ、あの辺とかは温めないと、しっかり温めないといけないんですけど、まあ、あったかすぎるのも良くないですけどね。まあ、この子の場合は割と耐えます。ヒーターなくても家によってはいけますね。ただでね、まあ、やっぱり20度から24度ぐらいは保ってあげるようにした方がいいですね。どの鳥も。まあ、24ぐらいがちょうどいいかなと思いますね。はい、こんな感じです。この子珍しいんでね。はい。いや、久しぶりに見ましたね。びっくりしました。急遽鳥のコーナー増やしましたけどね。はい、こんな感じです。はい、まだね、うちにもオカメインコとコガネメキシコインコが1匹ずつおります。 SNS でね、よく登場しますけれども、そちらもご検討お願いいたします。はい、今回は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。